おはようございます。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 足跡が闇に消えた。その目的、手口も同じだ。殺人鬼と犠牲者たち、俺は今何を追いかけてる。麻薬に溺れ俺は自分の名前さえも忘れた。すすけた黒い煙が常にこの空覆い尽くす街。全てが灰色、そこに血が流される狂った世界。俺は何のために生きて、何のためにお前を捕まえる。新しい地をなぜ求める。誰のため、何のために殺す。狂った街、もっと狂わせ、地獄まで導くつもりなのか。捨てられた街、一人立って偽りの愛を売る私。私を物にする。お前は俺のものだと私を踏みにじる。毎晩生まれまい汚れたこの体、傷だらけの魂も全て。全て分からっているんだ。お前の求めるもの、もう彼女に時間はない。欲しいはずだ。生きた内臓がなぜわかった。葬儀屋をめぐり墓場を荒らし、もらえる死体は一つもない。1万ポンドを出すと言っても、時間の無駄だろう。手に入るわけがない。新鮮な死体はそれが最後の希望なんだ。生きた内臓が必要なんだ。なら俺の出番だな。違う、必要ない。愛には犠牲がつきものだ。犠牲。さあ望みは何だ。それは一つだけだ。死体一つで10万ポンド、これでいいだろう。さあ手を取れ。契約成立だ。はい、稽古もね、もうどんどん立ち稽古で進んでいって、本当に素晴らしいキャストの皆さんとスタッフの皆さん、それと音楽に囲まれながらやっております。ぜひ劇場にお越しください。韓国で見たジャック・ザ・リッパーという作品をこの日本で
やれるっていうことを本当に嬉しく思っておりますので、もう本当に個性的なね、あのキャストの方々、そしてスペシャリストのね、スタッフの方々と一緒に今頑張って作ってますので、ぜひご期待いただければと思います。お稽古場に行くことも楽しみで、はい、なのでこれからどんなジャック・ザ・リッパーが作られていくかも、本当目の前でどういうものがビルドアップされていくかも本当に楽しみにしております。もう本当初日からもう皆さん本当にもう全力というか、もう本気度がすごくて、毎日毎日、この暑い真夏に負けないような、暑さで、稽古に臨んでおります。皆さんぜひ、劇場の方に足を運んでください。よろしくお願いします。一つで10万ポンド、これでいいだろう。さあ手を取れ。契約成立だ。